グリムグリマは2007年4月12日発売のプレイステーション2用のストラテジーゲーム。正式なジャンル名は魔法ファンタジー RTS。キャラクター原案は神谷森次、キャラクターデザインは全能光一。作曲はテーマ曲が先本人志、それ以外が金田光弘、岩田国春、阿部君弘、上倉則行。初回限定版には 先本ひとしプロデュースのサウンドトラック CD が同梱された。少女、リレが魔法学校に入学してからわずか5日後、復活した魔王によって等にいたすべての生命が死に絶え、突如5日前に遡ったリレだけがその難を逃れた。繰り返される5日間をリレは終わらせることができるのだろうか。大半のキャラクター名はリキュールやカクテルの名前から取られている。 メインシナリオである、ダイアリーは会話イベント、プラクティス会話イベント、セーブ画面の流れで進む。一度見た、イベント、プラクティスはいつでも選択することが可能。メインシナリオとは別に、フリートライというプラクティスのみのチャレンジモードもあり、メインシナリオの進行に合わせてチャレンジできるシナリオが、増えていく。フリートライでは使える魔法があらかじめ決められており、 ストーリーでは手に入れていない魔法を使用できる場合もある。戦闘フェーズでは難易度、スウィート、イージー、ノーマルから選択でき、ダイアリーとフリートライのすべてのエピソードをノーマルでクリアすることでハードを選択できるようになる。戦闘では自軍のユニットにリアルタイムで指示を出しながら進めていく。自陣の死と敵勢力の撃破が基本的な勝利条件だが一部では 20分間、耐久など、防衛戦を展開するマップもある。自軍の増強のためにはまず魔法陣を設置し、そこから使い魔を召喚する。召喚した使い魔に指示を与えクリスタルからマナを採取し、それをもとに魔法陣の強化と使い魔の量産を進めていく。魔法陣、使い魔魔法陣は使い魔の召喚と強化を行うものであり、すべての戦略の土台となる。 精霊魔法、錬金術、黒魔術、高霊術の4系統に、それぞれ3種、合計12種の魔法陣がある。魔法陣にはレベルがあり、設置した直後は、レベル1。マナを消費して、レベルを最大5まで上げることにより、より強力な使い魔の召喚が可能になり、使い魔への補助効果も高まる。使い魔には四系統以外にも、サブスタンス、または、 アストラルというタイプがあり、アストラルには攻撃できない、サブスタンス相手には効果が薄いなど、得手増えてがある。一部の使い魔は自分、または他の使い魔のタイプをチェンジさせることができる。マナ魔力の下であるマナは、魔法陣の設置、およびそのレベルアップ、使い魔の召喚など、自軍戦力を増強する際に必要不可欠となるもの。プラクティスの際には、敵軍との戦闘と、 並行して、いかに効率よくマナを採取するか、そのマナを何のために用いるかについて不信しなければ、ならない。マップには、クリスタルと呼ばれる、マナの結晶が点在しており、このクリスタルの周囲に聖域を作ることによりマナの採取が可能になる。聖域にも、魔法陣と同じような系統が存在し、ある聖域からマナを取り出せるのはその系統に属する。 使い魔のみとなる。また敵軍が作った聖域からマナを採取することはできず、一度聖域を破壊してから、改めて自軍の聖域を構築しなければならない。聖域の構築とマナの採取は、一部の限られた使い魔しか行うことはできない。クリスタルのマナ貯蓄量には上限があり、採取し尽くしてしまうとクリスタルは消滅、以後そこからはマナを採取できなくなる。 一部のマップでは敵軍の物量に比較してマナの総量が少なめに設定されており、節約しながらの進軍が求められる。ありがとうございます。